マイネルドカビニも収まって、今これから6番の桜ローレル入ります。最後にゼッケン9番のダービーモーター、体勢整いました。ゲート開いてスタートを切られました。さあ桜ローレルは後ろからのレースになりますが、早くも前の方へと上がっていこうという小島太史と桜ローレル、圧倒的な一番人気です。現在は中段4番手というところまで上がっていっています。さて前の方でありますが、黄色い帽子5番のバースルートが先頭です。関西馬が逃げています。その後ろ1馬身半差から2馬身ぐらいちょっと差がついてきたか。ゼッケン7番のバンダムシティが行っています。その後ろはちょっと離れました。3番手から4番のユーフォリア青い帽子、そして現在4番手サクラローレルが進んでいます。トップハンデ、そしてその後ろでありますがゼッケン1番のハヤテマジシャンが行きます。外目を通りましてピンクの帽子マイネルドカビリー、それからインコース通りまして3番のビショップリングです。その後ろにはダービーモーターがつけまして、最後方から2番のマイネルスマイルでありますけれども、とにかく飛ばす飛ばす、バースルートが飛ばしています。角田光一が飛ばしています。52キロが大逃げを打っています。さあ1頭だけが 3,4 コーナー中間、大欅の向こう1頭だけが過ぎていきました。黄色い帽子が大きく逃げています。黄色い帽子が大きく逃げています。その後ろは固まっているバンダムシチ、そしてようやく桜ローレル3番手あたりまで上がってきた。さあ1頭だけが今600の標識を切りました。第4コーナーカーブして短期で向かってくるのは黄色い帽子だ。バースルートが向かってまいります。さあ残りの直線で差を詰めることができるんでしょうか。桜ローレルは現在2番手まで上がってきている。圧倒的な1番人気は400の標識を切って、まだまだ余裕はあります。まだ貯金はあります。バースルートが先頭だ、バースルートが先頭だ。そして桜ローレル2番手、桜ローレル2番手、坂の上での勝負になる。200を切りました。バースルート、バースルート余裕だ、これはまだまだ余裕だ。そして桜ローレル懸命に懸命に追いすがる。そして外を通って早田町さん3番手まで上がってきている。バースルートです。バースルートが余裕守り切りました。野田光一見事な大逃げはまりました。52キロバースルート、4歳牝馬がこの6社特別を決めています。1分47秒2の勝ちタイム。